落ちてった。なんか技使ったら落ちそうで嫌だな。あー、アイテムがどんどん流れていく。で、また当選もされるから、壊さないといけないと。結構あるな。壊さなきゃいけないやつが。そこにお宝。あれ、これなんだ。あれ、これなんかあったっけ。あれ、あの爆弾なんだ。あ、そういうことか。こっちに向けて。やば。やばい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 。なんであそこで引っかかっちゃうんだろう。これでいくか。むずくない？まずい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 。ここでいくか。よし。敵がいます。あ、なんか回復かなんかしてくるやつじゃなかったこれ。よっ。よし。あは。
にそっち側どうやって行くんだろうね。左側に宝箱があったのは覚えてるんだけど。あんま気にしないで先行っちゃっていいのかな。そこそこ。行く術が今んとこないもんな。マップもないもんね。あーでも最終的にはそこ行かなきゃいけないんだ。やっぱよいしょ。じゃあここですか。一旦こうか。嘘だな。え、どういうこと、どういうこと。普通に歩けばいい。いや全然落ちるけど。これか。こういうことだ。お。お。オッケー。タンクウェア防護服 3.0。 上がるね。あ、そう、スライムまみれもあったな。あのこれスロット3つあるわ。共鳴より全然いいでしょうと。わあ、どうしよう。ここか。え？あー壊すんだ。なるほどね。あれ？こうやり直し？これ。うん。自分じゃなくて。
OK、 竜巻だけ行かせればそんなにリスクはない。よいしょ。危ない。あは。うん。コイン。あら、これでいけるようになると、おほーん、なんかあの取れてない宝箱を取れたのかな左側に宝箱あるの取れるかなーっつって先進んだんだけど、取れてんのか。あと一箇所行ってない場所はある。そこへ行かねばならない。よいしょ。あれ？あ、これ左行けないのかな？行けない可能性ある。あ、引っかかった左行けないかも。水蓮川のコインは持ってる。じゃあアイテム的には OK だ。あれ、こっち行けないんだ。竜巻の微妙な感性がね、こうなっちゃうんだよね。オッケー。どっからだ。あ、ここからだ。よし、じゃあ乗ってくか。なんか出てくる？敵？いった。
やばい。痛い。痛いな。到着。あ、ゴールじゃん。クリティカルダメージアップ。2万。2万。帰ろう。ん？ん？え？あ、びっくりした。なんか帰れないのかと思った。ああ、映画もステータスがアップするんだ。その一人で過ごす系のやつもやっといた方がいいよな、多分。カイいなくない？カイいなくない？マジで？サインは？あ、いた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 。何が気に入らないの？ここはコーヒーを出してるんでしょ？僕はコーヒー中毒なんだ。コーヒーを出してよ。トールサイズのアボカドコピールアクスラッシーにエスプレッソを3ショット。お願いチェリー。あ、ひらめいた。チェリーを乗せるのを忘れないでね。会絶好調。会長絶好調か。会長絶好調。メニューならテーブルの上にあるんだけど、そこから選んだらどう？10分後に戻るから。なんか特殊な頼み方してるんだな。なんて日だ。古いヨーグルトみたいでうんざりだ。目が覚めた時は、いや男前、今日こそダンジョンをクリアするぞって自分に言い聞かせたのに。やられた。補助役のカールが病気になっちゃった。補助役なしでダンジョンに挑戦したことある？無理ゲーだよ。ねえ、ここに座らない？そっちの方がずっと話しやすいからさ。うん、大丈夫。署名してくれない？あ、やった。2つ目。大丈夫です。あ、関係性報酬見てみようか。あ、攻撃コンジットの回復速度アップ、悪くない。まあでもやっぱまずは防具のアップグレードをアンロックしたいよな。サムどこ行った？さて、おばちゃん。おばちゃんをやるか。サム、ここにいんだ。買い物する？あ、でもだいぶ低いのか？そうでもないのか？高いのもあるのか？でもなんかドロップ品で、ドロップ品というか宝箱のからゲットできる装備でなんか十分な気がしてきたなぁ。ああ。わざわざ買わずとも、バニーブレード。
5000。強っ。ドロップ品で行こうか。ってことは、あ、もうおしまいだ。もうちょっと待って、したサインは。攻撃コンジット、竜巻にするじゃん。まあ2つ買っちゃってもいいんだけどな。チャーム、あ、これもパーセンテージアップだね。コンジットスロット3、竜巻いいね。これのスロットサイズ下げるのもありか。最後のがちょっとできないと、素材が足りない。もうこれスロットサイズ1だったらでかいけど。まあおいおいかな。おばあちゃん、お待たせおばあちゃん。うん、今夜は大盛況みたい。テーブルを確保するのは無理そう。ゲルトルートさんは宿屋の主人に小声で話しかけてる。デングル夫人、お孫さんはお元気ですか？ボソ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 。喜んでスタッフに伝えておきます。ボソ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 。お二人様ですね。かしこまりました。なんでそんなボソボソ？こんな簡単に座席を確保できちゃった。主導権を握っているのはゲルトルトさんみたい。ターフェルシュピッツをいただくわ。サイドはスープで、ホースラディッシュとチャイブは抜きでお願い。フロイラインには子牛のシュニッツェルにパセリポテトとクランベリージャムを添えて。宿屋の主人は真剣な表情で注文を取っている。注文を間違いでもしたら料理が送り返されちゃうんだろうな。
休暇はどうですか？ゲルトロウトさんも休暇中なんですよね。ご滞在は楽しんでますか？楽しもうと心がけてはいるわ。だけどここだけの話、毎年難しくなるばかりなの。魔法にまつわる騒ぎが始まって以来、インターベルクは変わってしまったの。地元の人たちが不憫だわ。本当に以前は一定の水準を保っていたのに、これだけたくさんの観光客がいたら水準を満たすなんて難しいでしょう。この間ベルボーイが忙しすぎて私を部屋まで案内する時間が全くなかったの。10分も待たされたのよ。雨に打たれた荒れ地ネズミの気分だったわ。結局自分でエレベーターを使ったのよ。大変ですね。自分でボタンを押されたんですか？それは大変でしたね。そのためのハンカチは用意してるし、ランドリーサービスの水準も落ちてないわ。でも問題なのは基本理念よ。いいかしら、長期的に見てメリットがあるとは言えないわ。この村は以前本当に素晴らしい場所だったの。山の空気、壮麗なる魅力があった。カイザーのいとこがかつて毎春この場所を訪れていたことはご存知かしら。カイザーって皇帝？今では私のような年老いた常連客は想像しそやな観光客の大群に追いやられているの。誰の得にもならないわ。率直に言って新しい村長を信用してないの。成り上がりは似たような人ばかり。短期収益計画に誘い込んで井戸の水が枯れる前に姿を消すのよ。村長は何をするべきなんですか？それが政治ですよね。チャンスをものにする人物でなければ長く村長ではいられないと思います。あ、これちょっとまずったな、この返しは。昔は政治家が腰を据えていたわ。保守派であることは実際に何かを守ることを意味してたの。あなたに感謝すべき時に私の話ばっかり聞かせてしまったわ。感傷的になってしまうのよ。夫のハインリヒは94年に滝のそばで私にプロポーズしてくれたの。今では朝6時に行かないと橋の上で一人になることもできないの。シュニッツェルを堪能してちょうだい。ここの料理は変わらないわ。宿の主人にはルイーザがまた来たらいつでもテーブルを確保するようにって言っておいたから。それからこれ引き換え券らしいけど、ホテルの部屋に毎日置かれてるの。ヒンターバッグですって。若い人には使い道があるんじゃないかしら。え、ホテルに泊まると無料でもらえるの？2万ヒンターバッグ。ほう、一人で宿屋に行けるようになった。なんかいいことあんのかな。夜中。おう、ほうほうほう、夜のアクティビティ。夜のアクティビティってなんだ今の宿屋で過ごしたことのことかな。ことのことかな。ことのことだね、多分。寝ます。12日目朝。テレーザ、おはよう。フロイライン、カイントルカフェは普段テイクアウトをやってないんだけど、常連さんはケーキをテイクアウトしているって聞いたわ。今日の行き先はもう決めた？レベル3クリアだね。でドーバーコーゲルのトロッコ工場か、コルムシュタインか。トロッコ工場行ってみるか。どこにあるのか分かんないけど。トロッコ工場。こっちって言ったんだっけ？
行けたんだっけ。敵がいて行けなかったとかそういう話もあるかもな。まあ、ちょっと探索しないとだな。結構ダンジョンあるっぽいけど、まだここ4つか5つぐらいあるよね。どこにあるんだろうな。